第9中継所清水榊山前横砂山の紅葉を背に元気のいいランナーが見えてきました。新チームトップで姿を見せたのはもみじ色ナンバーカード23鈴木亜由美12歳、137センチ、小川の6年生ですけども大きな足を見せています。メガネ姿ぐんぐんとこの橋のたもとで残りはもう 160m を切っています。下り坂を使って前へ前へと追い風に乗って走っています。そして待ち構えるのは12年越しの出場浜松市は奥山佐穂23歳が待っています。さあ今年は初出場へ鈴木亜由美12歳から間もなくトップで襷渡しを行います。さあ5m、両手丁寧に襷を持って児童会長から今奥山佐穂に襷を渡りました。新しい時代を作ろう、司会は良好、トップで浜松職部この第9中継所飛び出していきました。後続橋の上にランナーは見えていません。7番7、はい、こっち側でいいですよ、こっち側でいいですよ、はい、大丈夫です、はい、踏まないでくださいね。ボタラーラスト、はい、第9中継所2位のランナー残り 50m、 御殿場3連覇に向けいきます。藤田小太郎12歳、中森さんに間もなく助け、さあここまでのタイム差、先ほどは46秒差ありましたが48秒、2秒広がってしまいました。御殿場市3連覇に向け背中を追いかけます。はい、サインのランナー見えてきました。浜松市南部門田翔太郎12歳148センチです。区間賞が目標、最後スパートをかけました。さあこちらは岡田優香18歳に今たすきが渡りました。先ほどは1分58秒の差がありました。こちらは9秒ほど差を縮めています。そして4位のランナー、こちらは藤士でしょうか、ナンバーカード10初代チャンピオン藤士、行きましょう。遠藤葵11歳から小田恵里37歳に今世代を超えたたすき渡しが行われました。ここまで4チームが通過しています。第9中継所です。21番、27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 
中継所ナンバーカード3番下田市民の町日吉優斗君初出場が走っています。さあ、たすきを手に持ってまもなく斉藤美穂子49歳、金メダルのように真っ赤に燃えたい、そう話していた斉藤さんが今走っていきました。さあ、そしてナンバーカード5が来ています。伊豆の国市、伊豆の国市オレンジのシューズ高井真彩がジャンプしています。法政大学にまもなくたすきを渡るところです。初出場小沢帰り頑張りました。11歳から今31歳、目標は区間10位以内、出発していきました。さあ、続いてグリーンのユニフォームナンバーカード、こちらは菊川氏が行きました。宇都宮力から馬込地方24歳に助けが当たりました。気持ちで負けません、宇都宮力いい走りを見せました。さあ、そして橋の上にはランナーの姿がありません。ここまでは27チームが通過しています。台形中継所です。トップ浜松氏が行ってからは、北部が行ってからおよそ9分30秒が経過しています。さあ、まだまだあと10チームを待ちわびる、そんな台形中継所です。さあ、涼しくなってきました台形中継所、皆さんと一緒に最後のランナーまでお送りしていきたいと思います。今年は37チーム、
全部で10区間ありますが、この第9中継所11区間ですねありますけども、第9中継所までは333人のランナーということで、全員のたすき渡しをお送りしていきたいと思います。さあ少しまだ日差しが出ていないため、選手たちは、ダウンコートなど脱がずに待ちわびているところです。1番の選手、17番の選手が今遠くの方を眺めています。さあ今年は横砂山の紅葉少しずつ色づき始めています。そしてこの時間になって空に青空が見えてきました。さあ17番がコールされています。牧野原氏です。紅林慶斗11歳からまもなく丸山穂積19歳に襷を渡ろうということです。さあ橋の方に目を上げますと、小さな小さな小学生の体が見えてきました。牧野原氏、紅林慶斗11歳、お寿司が大好き、町の自慢はお茶です。夢は箱根駅伝、これが彼の駅伝のスタートラインは間違いないでしょう。さあ郵便局を横目に残りは 50m を切っています。ナンバーカード17、牧野原氏、紅林慶斗11歳から丸山穂積19歳に今最後の力を振り絞ってタスキを渡りました。139センチから165センチにタスキが渡りました。ファーファーライト、はい、その後ろになります。さあ第9中継所は、ワイプという、ね、小さな画面に映っている画像ということでお送りしていきます。先ほど27番河津町、村尾空11歳から飯田真子24歳にタスキに当たりました。さあそしてナンバーカード37、森町がやってきました。森町少し最後は疲れた、12歳大場美久が頑張りました。徳千代千代、今千代千代が行きました。春野高校出身、初出場の千代出発していきました。さあここまでは30チームが通過しています。第9中継所です。トップが行ってからは11分50秒が経過しています。さあ第9中継所はワイプという、ね、小さな画面でお送りしています。今橋の上に1人ランナーが見えてきました。さあラストスパート、残りは 160m、 ナンバーカード1がコールされました。熱海市です。熱海市が準備を始めています。待ち構える辰尾真央、20歳、中京大学3年生、こちらは熱海中学出身の選手、10回目のエントリー、大好きなふるさとのために走りたい、そう話していました。さあ今、熱海市ナンバーカード1、ヘリア・サラ選手が走っています。ニュージーランド出身、ラストスパート頑張りたい、妹リサちゃんもエントリーしていますが、まもなくたすき渡しです。さあナンバーカード1、ヘリア・サラから辰巳真央20歳に今たすきが渡りました。思いもつながった。第31番目で熱海市が行きました。そしてコールされています。ナンバーカードこちらは30番です。西伊豆町、夕日の町西伊豆、宇都宮陸斗11歳が懸命に最後の力を振り絞る田子小学校5年生、校内マラソンでは4連覇、今日も頑張りました。山田舞31歳走っていきました。9月から地元で帰ってきて練習、その成果を発揮しに山田舞が出発していきました。さあここまで第9中継所は32チームが行きました。西伊豆町までがたすき渡しを終了しています。さあ残すところは西伊豆町、川根本町、松崎町、東伊豆町、伊豆市を待ち構えています。さあ第9中継所見えてきました。ナンバーカード30、こちらは先ほどの映像ですね。はい、たすき渡しが行われた西伊豆町、宇都宮陸斗から山田前にたすきが渡りました。さあ少し風が止んできました、静岡市駿河区榊屋前です。104年の歴史のある清水の榊屋ですけども、お魚も美味しい、そして卵とじも大変美味しいというお店、今日はお昼の営業を休業していただきまして、選手たちの控室として利用させていただいています。毎年お世話になっている榊屋、今日は午後からの営業となっています。さあそして第9中継所榊屋前、橋の上に1人ピンクのランナーでしょうか、見えてきました。ナンバーカード28は南伊豆町です。ブルーのユニフォーム、土屋康介12歳がかけています。今日はテレビで家族も応援してくれている、声が大きいのが自慢です。常に気持ちは 100%、 今日も快走疾走を見せています。さあ最後あと 80m、 気持ちを前に前傾姿勢でもうたすきを両手に握りしめています。さあ足をバタバタさせ、ナンバーカード28、山本前21歳が待ち構えます。陸上人生の始まりがこの駅伝です。さあ小6から大学4年生女子大生に今たすきが渡りました。山本前選手かけていきました。笑顔が見えています。さあ今待ち構えているのはナンバーカード26、佐藤あゆみ20歳の選手でしょうか。小学校の先生をしています。島田高校出身、明るく元気、笑顔を絶やさない、そう話していました。さあナンバーカード36が呼ばれました。ナンバーカード36は川根本町です。そして29もコールされました松崎町です。
さあまずはブルーのユニフォーム川根本町がやってきそうです。足の上2人の姿が見えています。さあ手前にいるのは北村哲也11歳、中川根第一小学校5年生134センチの小柄ですが、新たなチャレンジと話していました駅伝前傾姿勢で残りは 50m です。ラストという高見育美の声も飛んでいますが、その前にまずは川根本町が、こちらが36番目でたすき渡しを行いそうです。最後5メートル懸命に横を手を渡して渡しました。さあ行った、石川愛理が走っていった、そして高見育美も追いかけた。さあここまで第9中継所34番目で川根本町、そして松崎町35番目で行っています。第9中継所は残すところ2チームを待つところ、東伊豆町です、そして伊豆市です。この2チームを待ちましょう。さあナンバーカード26東伊豆町、待ち受けているのは佐藤愛美先生20歳です。そしてもう一人伊豆市ナンバーカード4番は太田優子46歳、名電車所属の156センチの選手。伊豆市の太田優子選手はラーメンが大好き、目標はベストタイム更新、とにかくタスキをつないで楽しく走りたい、そう話していました。さあ第9中継所遠くを見渡しますと清水の山々が見えます。少しずつ紅葉が、始まったんでしょうかね。黄色が薄く色づいている様子が見えます。さあ駿河寺選手は見えていません。ここからかなりタイム差があるという情報も入っています。さあ橋の向こうにランナーが2人、距離を縮めて見えてまいりました。最後のランナー2人ですね。まずはその前に26番東伊豆町榎本壮志選手の姿が見えています。さあまずタスキを外すのはナンバーカード26榎本壮志選手です。今タスキに手をかけ、あ、その後ろ4番の杉野東馬、今朝は緊張していると話していました。もうすでにタスキを両手に持って走っています。さあラストラスト、沿道から拍手と声が飛んでいます。さあ全体の36番目で東伊豆町がタスキ渡しを行います。榎本壮志11歳から佐藤愛美20歳に今タスキが渡りました。そしてラストのランナー4番伊豆杉野東馬から太田優子46歳、全てのランナーに今年もタスキが渡りました。2020年中山への感謝、親への感謝、医療従事者への感謝を込めタスキと思いをつなぎました。37チーム333人タスキがつながりました。第9中継所です。はい、ということで皆さんありがとうございました。